さすがの目利きですな。黄泉の国の賭場に その日、伊予の勢は鬼の精鋭たちを集め、さらに堅牢な守りを固めた。油断しておる。そう表明。お主に礼を言おう。死んでもらおう。八軍の怒り。鬼はすべて倒され、その宝はクロードの手に渡った。意識は防がれ、高間ヶ原への扉は閉じた。だが新たな儀式がすでに他の地で始まっていた。クロードはその地を探すべく出立する。ここでは三つの地で儀式が行われていた。一つは川辺、一つは八重、最後の一つは谷だ。そして神の力は吸い尽くされんとしていた。もう倒すには神にも通じる力を得ねば。一つ目の儀式を止めたが、まだ戦いは始まったばかりだ。伊予から力を注がれた鬼がクロードの行く手に立ちはだかった。
助かった。火の少量が遠くからクロードのことを見澄ましている。まるで獲物を狙う狩人のごとく。最後の儀式を止め、クロードはふうと安堵の息をついた。しかし神はささやく、さらに強大な敵が残っていると。かたじけない。戦支度をするクロードだったが、不意に世の儀式の周りを多くの蛮兵が囲っていた。クロードはあやつら全て倒さねばならぬ。わしの巻物ではないか。なくしたはずも。ハンニャはクロード許すまじとたけり狂い、鬼と蛮兵を呼び出した。死んでもらうぞ。助かった。闇ガラス
として鬼は全て倒され、儀式は潰され、般若の企ては実を結ばずに終わった。クロードの勝利だ。神々は解き放たれ、常の暮らしが取り戻された。こともなし、ひとまずは